今ゲートイン終了です。今スタートを切りました。ベラッタ出遅れという馬はおりません。8枠3頭は揃って好スタートを決めています。さあ大歓声の中、まず最内を取りに行こうという馬が仕事をいます。その中で藤田奈々子、スティックスも最内を選択です。オールアットワンスにライオンボスもいます。最内に4頭東証ピストンいまして、残りの14頭が外を選択、内4、外14という、さあ前半の流れ、残りは600になりました。内からスティックスが先頭か、ライオンボス、オールワットワンス、そして外にいるのがピンクの帽子です。外で17番のシンシティ、18番のレジェーロ、直線残り300になりました。外のグループにはマウンテン娘、さらにはクリスティもいます。外列沿いを取っているのは17番のシンシティ、残り 100m、 最内には黒い帽子4番のスティックス藤田奈々子、最内にライオンボスとオールワットワンスも打ち出しそう。しかしやはり外だ、やはり外だ、16番のビリーバーが混んでる、17番のシンシティ、16番ビリーバーだ、ゴールイン、右手で宝ガッツポーズ、杉原騎手。